新朝統治時代。台湾の新朝統治時代とは、新朝、当時の中国が、停止政権を倒して、台湾を編入した1683年、後期22年、英略37年から、日清戦争の敗戦に伴って、新朝が大日本帝国、当時の日本に活動した1895年、高所21年、明治28年4月17日までの時代である。 新朝は台湾についてほとんど投資を行わなかったために発展は遅れたが新朝が台湾を領有した当初から米国が豊富に取れたために福建、関東の国葬と称された。さらに19世紀には茶、砂糖キビ、小農、工業の生産地として発達し出荷地として都市化も進み帝国主義時代には台湾民主国が成立する背景となった。 建国以来阪神勢力の撲滅を目指してきた、清朝は阪神また民を掲げる台湾の停止政権に対しても攻撃を行い、1683年に台湾を制圧して停止政権を滅ぼすことに成功した。だが、清朝は停止政権を滅ぼすために台湾島を攻撃、制圧したのであり、当初は台湾島を領有することに消極的であった。 しかしながら、朝廷内での協議によって、最終的には、軍事上の観点から領有することを決定し、台湾に一府、台湾三県、台南、高尾、かよしを設置した上で、福建省の統治下に編入した。ただし、新庁は、台湾を、加害の地として、さほど重要視していなかったために、統治には長らく、消極的であり続けた。途牛校によって万会という台湾原住民の、 生活域と肝心の生活域を分け、台湾原住民を化け替えののしげるとして放置し続けてきた。一方で、肝心は万会に土地を借り開拓は続き徐々に原住民の生活域は圧迫され、その度に万会は策定し直されたが、台湾本島における成長の統治範囲は、島内全域に及ぶことはなかった。なお、現在、中華民国政府と中華人民共和国は、 新朝が台湾のみでなく長魚島、尖閣諸島にも主権が及んでいたと主張している。この時期は、会禁策が取られ、私代は男性のみに限られていたが、一般に、この時期に、大量の密航が行われたとされている。例えば1759年の1年間に打捕された、密航は25件、逮捕者は994人であった。人口は増加し続け、 1811年には195万人に到達した。新朝編入後、台湾へは対岸に位置する中国大陸の福建省、広東省から相次いで多くの漢民族が移住し、開発地を拡大していった。そのために、現在の台湾に居住する本省系漢民族の言語文化は、これらの地方のそれと大変似通ったものとなっている。 韓民族の大量移住に伴い、台南付近から始まった台湾島の開発のフロンティ前線は約2世紀をかけて徐々に北上し、19世紀に入ると台北付近が本格的に開発されるまでになった。19世紀前半には一府西鹿像と呼ばれるほど、台南府、昭和の港の三大港を中心とした繁栄が見られ、 林本源や陳中和などが土着した商人資本の代表だった。1885年には台湾省を置き、三府一直霊州六町十一県の設置となった。阿平戦争などを機に貿易港として指定された、キールン、ダフ、日本領有後に高尾と海省港を中心として発展した。この間、台湾は主に農業と、 中国大陸との貿易によって発展していったが、新朝の統治力が弱い台湾への移民には、気象の荒い海賊や食いはぐれた、貧窮民が多く、さらには、マラリやデング熱などの熱帯病や原住民との葛藤、台風などの水害が激しかったため、台湾では内乱が相次いだ。なお、新朝は台湾に自国民が定住することを抑制するために、 女性の渡航を禁止したために台湾には漢民族の女性が少なかった。そのために漢民族と平地に住む原住民との混血が急速に進み、現在の台湾人と呼ばれる漢民族のサブグループが形成された。また、原住民の側にも平ら保族と呼ばれる漢民族に文化的に同化する民族群が生じるようになった。19世紀半ばに ヨーロッパ列強諸国の勢力が中国にまで進出してくると台湾にもその影響が及ぶようになった。すなわち、1858年にアロー戦争に敗れた清が天津条約を締結したことにより台湾でも台南、アビラ、安平港やキールン港が欧州列強に開港されることとなった。また、百七十四年には日本による台湾出兵。 牡丹社事件が行われ、1884から85年の清仏戦争の際には、フランスの艦隊が台湾北部への攻略を図った。これに伴い、新朝は日本や欧州列強の進出に対する国防上の観点から台湾の重要性を認識するようになり、台湾の防衛強化のために知事にあたる準備を派遣した上で、1885年に台湾を 福建省から分離してを新設した。台湾省設置後の成長は、それまでの消極的な台湾統治を、改めて本格的な統治を実施するになり、流明殿が準部となると、地祖改正を意味する新婦事業に着手し、省と台北府の近代都市化も大きく図られた。電気と伝統、電信、1887年には、キールン、 大北間に鉄道などの近代的社会元を整備し、本土から承人資本を呼び寄せ、教師講師を設立するなど、積極的な政策を進めた。また1892年の米の生産量は、人口700万人を養えるほどとなり、1894年には、砂糖の生産口は5万3000トンに至り、大量のアヘンが輸入されていたが、茶などの輸出のおかげで常に、 大幅な黒字で、人口も1893年には255万人に到達した。だが、日清戦争に敗北したため、翌1895年4月17日に締結された下関条約、馬関条約に基づいて、1895年6月2日の授受式より台湾は新朝から大日本帝国に割上され、それに伴い、台湾省は、 設置から約10年という短期間で廃止された。これ以降、1945年10月25日までの50年間、台湾は大日本帝国の外地として、台湾総督府の統治下に置かれた。新朝は原住民を万人と称し、西番と熟番とに区別した。新朝の統治下にあり溶液、納税義務の負担、新朝の法律が適用され、 ある程度需要し肝人に近いと考えられた他、現住民を熟版、統治外にあり、中国文明を全く需要していないものを聖版と呼んだ。中間段階にあるものを化け版とする場合もある。1722年、後期61年、清長によって、万海、と牛、と牛港と呼ばれる肝人、聖版間の居住空間を東西に区画した境界線が制定され、 肝心はこれを超えて、侵入、開墾してはならないと法律で禁られた。ただし、新末の解散部番政策まで二番会は、数回にわたって、再確定された。つまり実際には、肝心は越境し、原住民の土地を借り、もしくは強奪して、開墾をしており、禁令は、必ずしも、十分には実施されなかったことを意味し、結果として番回は全時東へと移動していった。 万会の西側では、熟番は、肝心と雑居し、肝心と通婚を重ねていったと考えられている。一方で、万族金骨折によれば万会の東側で生活する、生番にも、万象という税を納めているか否かに、帰化と引かの区別が存在した。ただし、帰化成番は直接に、成長へ税を支払うわけではなく、 社長が正番との交易から得た利益を税として納めていたのである。つまり、関係側が社長に帰化成番との交易を許可する一種の交易税を番召喚していたに過ぎなかったと考えられる。の番すなわち未帰化成番は、彼らが帰化していない以上、官人との交易は公的には禁じられていたが、実際には番割と呼ばれる商人と交易を行っていた。 公認の社長とは対照的に番割りの公益活動は非合法であり、ゆえに関係の管理は及んでいなかった。現住民たちはこうした番割りを介して、塩や重機などを手に入れていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。